県外は移動体通信サービスにおいて基地局の電波が受信できない状態である。退院義語は県内である。総受信機、または受信機の表示機に表示される。基地局からの電波が著しく微弱な場合や到達していない場合はもちろん、基地局の電波の強さが十分な場合でも、干渉や妨害電波の影響を受けている場合は、県外となる。県外は、 専門用語として古くから業務無線で使われていたが自動車電話や携帯電話 PHS でもそのまま使われ現在に至る古典的な検出方法は連続送信方式の基地局の電波を受信しスケルチ回路にて検出するというものであった現在の携帯電話では通信品質を測定して検出している県外の場合通信機能が完全に失われるため 通信サービスを利用することができない。利用者にとっては不便であるが、技術的、経済的な事情から、県外の場所を完全になくすことは、不可能である。携帯電話では、基地局からのタイミング情報を使った効率の良い、簡潔受信により待ち受け時間を長くしているが、県外の場合は、タイミング情報が得られないため、基地局タイミングとは、無関係に闇雲に一定時間間隔で、 受信するしかなく、効率が悪いため待ち受け時間が短くなる。ただし、最近の機種は、バッテリーの消耗を抑えるため最大10分程度まで、パイロット信号のチェックを徐々に受信間隔を増大させているようである。よって、長時間県外にいた場合、県内復帰までに時間がかかることがある。なお、基地局を探すために電波を頻繁に出すため、という説があるが、 基地局が受信できてから送信すれば十分であるため、そのような方法は取られない。ただし、県外から県内になった際に位置登録が行われることがあり、電波が不安定で県内と県外を繰り返す場合は、位置登録に失敗し、何度かリトライするため電波を頻繁に出すことがある。ありがとうございます。